純烈白川結婚報道を受け元日午前7時にファンに生報告 TV で、スーパー銭湯のアイドル純烈の白川裕二郎がデイリースポーツ元日付で報じられた結婚を紅白歌合戦直後のステージでファンに報告する様子を5日の MBS せやねんが伝えた。同番組は初の紅白を終えてファンに恩返しの3ステージを行ったグループを密着取材。ラストとなった1日午前7時の神奈川相模健康センターに集まった350人の前で白川はメンバーと共に緊急公開会見。デイリースポーツ紙面を見せながら一般女性と結婚していたことを伝えた。涙する女性もいる中、白川は子供はいないです。でもうちの母親がもう85歳だから、やっぱり自分の子供は見せてあげたい、などと思いを語った。